本日は、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜ダンスコレクション X にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、ゲストに乗越隆夫さん、作家、やさぐれ舞踊評論家の乗越隆夫さんをお迎えして、ダンスの見方、横浜ダンスコレクションの20年史に秘蔵映像と一緒に迫るということで、熱いトークを、お願いしたいと思います。ではご紹介いたします。作家やさぐれ舞踊評論家の乗越隆夫さんです。もう20年の歴史をですね、1時間ちょっとで語って映像まで見ようというあれなので、たかたか済ませていただきます。まず第一章、そもそも横浜と日本のダンスというのはどういうものかというのはですね、一応横浜ダンスコレクション、ダンコレの愛称で締まれておりますけれども、それにはいろいろ伝説があります。まず、今日本はですね、アジアの中でもコンテンポラリーダンスに関しては、非常に、先端的な活動をしている国ではありますが、毎年開催される国際ダンスフェスティバルとしてはですね、かつこの規模のものというのは首都圏全部を入れてもほぼもうここだけと言っていいと思います。もう一つ、横浜の、トリエナーレとかですね、東京など3年に一度、2年に一度というのはありますけれども、毎年開催している国際ダンスフェスというのは、ほぼ横浜ダンスコレクションだけです。でかつては、世界の振付家の登竜門として、絶大な、機能を果たしていたバニャレ国際振付コンクールの国内選考会というのを兼ねて、おりました。でかつこの横浜のダンスコレクションを見たですね、韓国ソウルのディレクターがですね、素晴らしいということで、ソウルでも、同じ、コレクションを作っております。ソウルダンスコレクション、これはソウルパフォーミングアートフェスティバルというですね、ソウル韓国の中でも三大フェスの一つに数えられるものの中でのサブプログラムとして重要な役割を果たしております。で僕はそちらの審査員などもやっております。で、日本のコンテンポラリーダンスにおける横浜の役割というのはどんなものかというのをちょっと概略で話したいと思いますけど、非常にでかいです。まず、伝説と言われる横浜アートウェーブというです、このチラシですけど、この初めてですね、日本の若いダンサーが、同時期に起こっていた1980年代のヨーロッパにおける勃興期にあったコンテンポラリーダンスをまとめてみる機会があったのがこの横浜アートウェーブというものですね。でこれを見て多くの若い人たちが、なんだこりゃと思って、何が起こってるんだと思って、俺もやんなきゃと思って始めたグループが多々あります。コントルズの近藤良平なども、横浜の道でこうギターを弾いたり大道芸みたいなのしてたところが、これを見て、あ、ダンスやらなきゃと思ったということですね。でその後、神奈川芸術フェスティバル、これも上野のフォーサイスとか、フッティクフレといった、最先端のものをまとめて見れる機会がありました。この2つは、佐藤真由美さんというですね、今埼玉のディレクターをやっている方のセレクションなんですけれども、これ本当に僕ら東京から横浜に帰りました。で、その後96年にですね、いよいよこの横浜ダンスコレクションというのが始まって現在まで続いています。その他にも大野和夫フェスティバル、舞踏を正面に押し出したダンスフェスというのはなかなか日本はありそうでない、欧米だと本当にある意味日本以上の情熱を持って舞踏フェスというのがありますけれども、そういうのが、もう横浜ならではというところですね。で、
80年から始まっていますダンスダンスダンス横浜、非常に巨大な規模で、行われるダンスですね。でそもそも、なんで横浜にはこんなに、ダンスがですねいち早く紹介され根付いていったのかということを考えると、もともとそもそも横浜ってどういう街かというところを1分だけ話したいと思いますけど、そもそも寒村です、ほぼ人が、80軒ぐらいしかなかった。で、大通りの、東海道筋からも離れて、不自由なところだったんですね。でここにフェリーが来た時に開港するのは本当は神奈川宿がいいんだけどと、言われた時に幕府の方はいやいやそんな大事なところはダメだって言ってですね、横浜あたりがいいんじゃないかと言ったのはですね、要は何かがあった時にすぐ首都である江戸に攻め込まれたら困るので、できるだけ遠くの寒村に村を集めるというのは、情動といえば情動なんです。でこれはまあ世界中そうでですね、ただそうやっていろんな領事館とか闘留所ができて、そこでいち早く海外の文化が、取り入れる土壌があって、で馴染んでいって一大、劇場街みたいなものになるっていうのは実は結構ある話で、例えば、ニューヨークとかがそうです。昔はフィラデルフィアがアメリカの首都だった時に、移民受け入れ所だったのがマンハッタン島で、ほんでマイナス10度ぐらいになるような、もうほんと極寒のところだったのが、今や、いち早く世界中の文物を取り入れてブロードウェイを持つということに至っているというふうな土壌としては、似ています。でそして、やっぱ一番大きいのはこの港未来21でですね、80年代にもう石川町から一帯を再開発した三菱の造船所の移転に伴ってですね、で80年代というのはちょうどその日本でいうとバブルの時期ですから、タイミングとしてもすごく合っていたんです。で日本のコンテンポラリーダンスがどうしてアジアでいち早くコンテンポラリーダンスに取り組めたかというと、ちょうど80年代にバブル経済があったからなんです。で企業が金が余ってるので、じゃあなんか冠公演やろうよ、何が面白いの今っていうのでガンガン呼ぶことができる。で日本の若者は集中的にリアルタイムで、最先端のコンテンポラリーダンスを見ることができた。日本は80年代ですけど、ほぼ中国とか韓国とか今アジアのマーケットで元気なところはだいたい2000年以降です。もうちょっと2005年以降です。だからもう20年以上早く日本は、コンテンポラリーには取り、組んでいた。でちょうどそれにあたって前後して横浜トイレがあり、でランドマークタワーまで。で、96年横浜ダンスコレクションが始まってますが、赤レンガ倉庫ができるのは2002年ですね。今もう本当にダンコレで言えば赤レンガという感じですが、実は赤レンガの前からダンスコレクションは始まっていて、その頃にはねランドマークタワーとか を使ったりしてました。で駅前は本当に何もなくて寒々としてましたね。で、ただバブルは、90年の頭に終わってしまいます。で終わった結果どうなったかっていうと、80年代にうわっと若い人が盛り上がって、俺もっていろんな、ダンスカンパニーができてきた頃なので、じゃあ、外から呼ぶほどのお金はないけれども、この若い連中に助成しようかっていうふうに若い人にお金が回るようになったんです。バブルが弾けたがゆえに、より効果的なところをみんなで考えるようになった。でそれが、結果的にはいい循環、まずバブルでわーっと盛り上がって、
そこで出てきた若いやつらを今度は連れていこうという流れにはなっている。だからそれはですね、ほぼ国とか女性は微々たるもので、誰が一生懸命やったかというと、こういう東京、横浜などの、埼玉もそうですけど、そういう各劇場がですね、ほぼもう独力と言っていいぐらいの頑張りを見せて、コンテンポラリーダンスに新しい芸術を支えて、若いアーティストをサポートしてきたんです。そういう歴史が基本的にあります。そのバニョレバニョレって何かっていうのは、ちょっと簡単にご説明しますが、これがその横浜ダンスコレクションのスタート時点での一つの売りだったわけですね、目玉だったんです。でこれは、フランスで行われる国際振付コンクールで、1980年代にキラボシのような新しい才能を輩出して、コンテンポラリーダンスとは何かといった時の一つの指標になったんですね。コンテンポラリーダンスというのは、例えばヒップホップみたいに ああいうダンスねって言える特定のスタイルがあるわけじゃありません。スタイルは拡散的に広がっていって、これっていうことは言えないんです。だからこれ特定のスタイルを持ってないものを人に伝えるっていうのは本当に難しい。よく分かんないものをよく分かんない人に説明するわけですが、そういう時にバニョレというのは非常に、バニョレ受賞者というのは あの人たちねという一つの基準に、なったんですね。でまず、その名を一躍知らしめたのは1986年、勅使河原三郎さんが、日本人、おそらくアジアでも初めて入賞されたことですね。その前にもちろん舞踏は、高い評価を得てましたけど、舞踏以外に向こうの土俵に乗った上で評価されるダンスが日本にあるんだということで、これがまた一つね、日本の若いダンサーを元気づけたんです。でも我もとこう、応募してくるので、世界中でちょっとプラットフォームを作ってくれと、国内で選んだやつをやってくれというふうになったんですけど、これがだんだんですね、いろんな趣向傾向もありですね、だんだんアーティストの方からこうダンスの世界がそれなりに充実してくると、別にそんな賞とかつけてもらわなくてもいいです、俺は俺でやりますって人がどんどん増えてくる。でそれで、バニョレはですね、途中からフェスティバルに変わるんですね。順位をつけない、選ばれた時点でもう初めは選ばれ国の選考会をで選ばれた時点で全員が受賞者という言い方をしていて、ダンポルでもそれで続けていたんですけど、もともとは初め2回はですね、青山劇場、青山円形劇場と、総決ホールなどで、やられていました。これは今は亡き青山劇場の田谷誠二プロデューサーが中心となって、いろんなダンスの新しい授業をやられた方なんですけど、でバニョレも一つそれを引き継いで、やるようになりました。でこれここからですね、プラットフォームから山崎浩太とか伊藤キムとか、白井剛とか黒澤美香といった人々が、ある種スターが、誕生していくことになりました。では横浜ダンスコレクションがですね、以上これ3期に分けて、考えています、まずは横浜ダンスコレクション、これが、2005年に R になって、その後11年に EX になって、今現在に、至ります。でこの名前が変わったのは何が一体変わったのかということがですね、結構これが日本のコンテンポラリーダンス史に密着して、それぞれその時代ごとに必要とされるものっていう
のが、いかに変わってくるかというところがね、如実に現れてて面白いんです。なぜかというと、コンテンポラリーダンスにおいてはフェスティバルっていうのは一番重要といいますか、重要性を増してきたのがコンテンポラリーダンス。それまではやっぱ劇場単位で、フェスティバルを、いろんな公演をやってた。それがグローバル化することで、いろんな各国のフェスティバルがそれぞれに連携を持って、一つのネットワークを作るということが、コンテンポラリーダンスにおいてはダンサーの活躍の場を、広げることになり、作品の作り方すら変えてしまったんです。それに適応していくダンスコレクションをご覧に入れたいと思います。まあ、これも96年に横浜ダンスコレクションとして始まる。で、この頃はまだその万葉例、の選考会があり、で招聘するダンスのカンパニーも、まあ、万葉例の前年の受賞者とかそういうのが多かったんですけど、2000年に、ソロデュオコンペティションというのを立ち上げます。で、ここからですね、だんだん横浜ダンスコレクションは自分たちの、カラーを持ってくるように、なります。で、それをより、鮮明にしたのが、まあ、2005年の、R と。で、何が R か、まあ、いろいろおっしゃるんですけど、内容を見るとその海外との連携を強化する。で、アジアとも強化して、より幅広い参加者を、呼ぶようになる。ソロデュオ部門ではフランス大使館賞とできてですね、とあとグループ部門というのもできる。で、2007年ついに、もうバニョレはもうやめますと、選考会を廃止して、独自の道を行くことになります。で、さらに2011年 EX 現在に続くものではですね、そういう国際のダンスネットワークでの、機能を強化して、まあ、TPAM 東京パフォーミングアーツマーケット、世界中のディレクターに日本の、舞台芸術を紹介する見本市のようなものがあるんですけど、これはずっと、東京でやっていたものが、この頃から、横浜に移ってきたので、それとの連携をさらに強めていってですね、海外とのつながりを強めていって、でコンペティションも、コンペティション1とコンペティション2という形に、変化していきました。これ後で映像をねお見せしますからね、ちょっと先に説明だけ、します。横浜ダンスコレクション、まあ先ほど言ったように、初めはバニョレ中心、つまり世界の最先端を学ぶ時期だったんです。96年から99年で、2000年にソロデュオを始めました。これは、まあ、振り付けの最小単位という考え方で、若手をどんどん発掘してですね、そして世界につなげていこうという場です。で、まあ、これ立ち上げた、石川誠プロデューサーという方もですね、残念ながら去年、亡くなってしまいましたけども、非常に精力的に横浜という土地にですね、このコンテンポラリーダンスを持ってきて、どう根付かせるかということ、本当に先見の明があって、やってるやられた企画だなと、まあ、この後の流れをずっと見ると本当にそう思いますね。で、これはね、これは今回のこれにあたってですね、赤レンガ倉庫のスタッフの皆さんがですね、いろいろもう資料を調べたりとかですね、質問したら、答えてくれたり、で、こういうこれはもう赤レンガの皆さんが作って、くださったものを持ってきているだけなんですけど、これで、まあ、バニョレの国際振付、バニョレの受賞者というのはですね、96年こちらに移ってからは、第1回が伊藤金ですね、輝く未来と。これもう本当にこれで一躍伊藤金は大スター、
になりましたね。団体をつけて武闘出身、武闘ではあるけれどもコンテンポラリー的な作品も両方自由に行ったり来たりする人です。で これ2年に一遍なので、98年はユーリンという、これが、まあ、ちょっと、ね、意外だったんですね。というのは、ユーリンなんですけど、国籍は香港の人ですから、一応ジャパンプラットフォームなので、それまでは基本的に日本人を選ぶのが続いていたんですけれども、で僕もちょっと、なんで香港から参加するのっていうふうには思いましたけども、結構これはですね、まあ大部陽光も基本的にはこの時点では日本、の国内をしか想定してなかったそうです。ただ応募は海外からもいくつかは来ていたそうです。でそれをまあ無限にすることもないだろうという、割とこう緩いというか懐の深い対応でですね、やって、まあこのユーリン自体はが作品後でお見せしようと思いますけど、男性男が生まれるとかでですね、サブタイトルがボーイズストーリーというふうになんですけど、これもフランスで一度上演し、で上海で、もうやったものの、まあ、ショートバージョンという感じで、まあ、すでにこれ、まあこの頃から、いろんな人をこう海外にも開かれるものを意識していたということですね。他を見ると、まあ、いろいろ、山崎浩太とかですね、山崎浩太もこれ第1回で選ばれてるんですけど、また挑戦してますね。で北村明子、この頃ユニバッソというのをカンパニーを率いて、VV にやってたんですね。でその他のプログラムは、バニョレの受賞者公演、でワークショップやトークショーなどもあり、このワークショップにペナバーシュブッパタール舞踊団の人が、やるぐらい結構贅沢なものでしたね。この頃使っていた会場はランドマークホール、館内ホール、旭区民文化センター、泉区民文化センターとかですね、結構あちこち歩いて回りました。でこれ2000年から2004年、つまりソロデュオ部門ができて、後ですね。でこれはフランス大使館とも一緒に立ち上げたということなので、フランス大使館賞というのがこの頃から、出てきております。でこの頃はね、2000年まで伊藤千恵さんで、グランプリが山田恩さんと今日やりますね。でこの頃の写真やつもちょっと後でお見せしようと思いますけど、で、審査員賞が珍しい生き残りの伊藤千恵ですね。でバニョレの受賞者は白井剛。この頃他は、アンナとか北村希子さんなんかも受けてます。で翌年は、これ、岩渕滝子さん、ルーデンスですね。これ今日やってるんじゃないかな。あと、ニブロールの柳原美久美、重谷のこと北村重美とかですね。あと2002年が、ソロデュオ大賞がアンナさんで、審査員特別賞が、伊藤香織さん。これ衝撃的でしたね。でジャパンプラットフォーバニョレの方はですね、選ばれたのが梅田博明さん。でこれとは別にナショナル評議員賞というのがあって、日本人の評議員が、賞を出したんですね。でこれがちょっと分かりづらかったのが、その
中にはね、日本の評議員賞がの中からフランス人が選ぶと思ってた人も多かったんですけど、実はこれ全然別で、全く関係なく日本は日本で選んでいたということなんですね。でこの時、フランスが選んだのが梅田博明で、日本の、評議員が選んだのが黒田育代と柳原文君と、後にもう今日本のダンス界を背負っている2人ですね。で梅田博明はですね、もう今世界で最も海外で公演している日本人のアーティストじゃないかというぐらい、もう超引っ張りだこのアーティストです。あとこの石川フクロウというのがいて、これは機械を使ってこうロボットと踊るみたいな、いち早かった人なんですけど、今どこに行ったのかよくわからないですね。非常に気になるあれなんですけどね。記録を1元気の最高、2004年は、大賞がチョン・ヨンドゥという、チョン・ヨンドゥさんは今藤本隆之とかといろいろ作品を旺盛に作っています。日本の大学で、授業も持っている人で、この間インタビューを受けたりしましたね。で審査員賞が、森下真紀と、ジャパンプラットフォーム、我々はこの年に梅田博明以降受賞者がないんです。選考会はするんだけど、受賞者なしということで、2回ぐらい、続いた結果、亡くなることになります。この時のナショナル賞は安本雅子と、伊藤香織さんどうですね。はい、けね、これはその他のプログラムです。今韓国の国立コンテンポラリーダンスカンパニーの芸術監督です。アジアで唯一国立のコンテンポラリーダンスカンパニーというのが今、韓国にできて、もう5年目ですかね、なんですけど、まあ20年早く始めた日本になんでそれが作れないのかというじくじたる思いがありますけど、まあ、アン・エスン自身もバニョレの常連で、結局その初めのうちはですね、バニョレつまりヨーロッパのダンスマーケットで流通しているものは何かということを一生懸命学んできたわけですけれども、回を重ねるうちにはですね、結局そのヨーロッパのダンスマーケットに受けるものを送り出すのか、あるいはそれとは別に日本は日本のダンスが何かということを我々は考えるべきなのかっていうのがだんだんこう乖離していったわけですね。そこで最終的には、ダンスマーケットのマーケットはひとまず置いといて、我々は我々の中の今この日本がリアルに感じているさまざまな社会的あるいは芸術的なリアリティをいかにダンスにするかということを考えようというふうに選んでいったんだと思います。でこの第2期のダンスコレクション R の時点でですね、もう若手にどんどん作品を作らせようと、でそれを発掘して海外に持っていこうというふうにさらに、目的を明確化していきます。で2000年に、ソロディオ部門とグループ部門というのを作ります。ソロディオ部門の対象は、フランス大使館賞で、フランスで、半年なり、行けると思うんですね。でグループ部門は、横浜賞で、それぞれに賞が出ます。で2006年までやったバニョレはもう2007年から以降やらなくなります。
で、その代わりといってもなんですが、横浜 の、 そのダンコレ自身がですね、自前で、海外とのネットワークをどんどん、強化していくということになります。これは非常に健全なことで、フェスティバル同士が、のディレクター同士が顔を合わせてちゃんとつながって協力していくということになっています。でこれはもう現在どんどん強化されていますけど、この時は、スペインのマスダンサッシュとかですね、そういうのが、賞として加わり、応募者もですねどんどんアジアにも開かれていくことになります。でこの頃はですね、R になってソロデュオは、岡本真理子さん、東野陽子さん、ABQ ですね、などが受賞し、その後で結構応募者もですね、韓国、中国から大量に、来るようになってですね、2006年、7年とか半分以上が、海外、韓国、フィリピンから、来て、日本人の方が少ないっていう、つまりこれ最終に残った人はですねいう事態にもなりました。まあ、これは、アジアに開く以上そういうことは起こって当然なんですけど、2006年、1位はキム・ミョンシンさん、翌年はイ・ソンワ、2位がドナミランダと来て、2008年に、ケンタロウがソロデュオでドンと出ます。でこの頃はですねやっぱり、韓国中国勢がガッと出てきたのはですねやっぱり、彼らの、ま、ダンステクニックというか技術的な高さというものがちょっと日本人、には驚かされるぐらいの高いレベルだったということがあると思います。日本は日本ある意味、ガラパゴス的なこの中で、まあ、技術より大事なものがあるんだというのを探そうという一つの、まあ、武闘に通じるようなスタイルというものが あって、それは独自 の、 変あの進化を遂げてきて、僕は多様性という意味ではすごく好きなんですけど、そういっても。バリバリ動く体はそれだけで魅力的ですからね。そこでのぶつかり合いがここでガッとあった年だなと思いましたね。その日本人のクリエイティビティは あるけれども身体的には弱いなという感想を持った時期だと思います。でそこで2008年のケンタロウの登場というのは一つ非常にエポックメイキングというか、まあ、ベーシックなものとしてはヒップホップではあるけれども、それを、挿入的に掴んでなくって自分もっと深いレベルで理解して自分のオリジナルのスタイルの動きを作り出してコンテンポラリー作品というものを作ってきたというところが本当に何か何か新しい時代が始まるなという感じの登場でしたね、健太郎で。かつ高い身体性もあり、幅広い表現力もありということです。ただ同時に受賞したのが、グループ部門ではパク・ヨンチュンという、これももう、韓国ダンス界のスターみたいな。2009年ソルデュオのフランス大使館賞はですね、ロサム・プルデンシャド・ジュニア、フィリピンの方ですね。この頃は、ドイツ、スウェーデン、スペインと各国ヨーロッパからも参加者が多くいたものですね。グループ部門では、田畑真紀さんが大賞で、
ね、これ緑マスダンサ賞ですね、スペインのマスダンサーにも招かれ、で翌年は長内優美さんが、2010年はですね、この年は部門制を廃止して、全員が一つのソロデュオもグループも一緒の中で、話し賞を決めたんですけど、まあ、北真理さん、長内優美さんが賞を取って、でおります。長内さんはこの頃は、長内さんは前の年も審査員賞を取っていて、でこのあと去年ですかね、ハンガリーで作った作品とかがものすごく良くて、これから期待しております。そしていよいよ第3期、現在につながる、EX ですね、国際ダンスネットワークでのハブ機能、より多くの、海外からのディレクターもいっぱい呼んでですね、でさらに、次世代の発掘、TPAC との連携を見せると。で、まあ、2010年に一度部門制を全部やめたんですが、翌年からはコンペティション1、まあ若者、従来のソロデュオと、ある程度作品実力のある人、コンペティション2は本当に若手を選ぶと。でかつ、海外フェスとの連携も強化、マスダンサーはスペインで、シビウがですね、これシビウ国際演劇祭というもので、まあ、ルーマニアで行われているんですけど、これはアビニオンとエジンバラと、並ぶ世界三大演劇祭の一つです。1週間で200公演とか、まあ、そこにも呼ばれる。去年からできた、このテルアビブ、イスラエルですね、スタンデラルセンターという、イスラエルダンスの総本山であるセンターとの連携としてやってます。去年ちょうどジャパンダンスウィークというのがテルアビブで、やられて、そこに、これから選ばれた日本のダンサーも行っております。あとフランスはもちろんですね、あともう一つ、14日に僕またトークをしますけど、この日本韓国、交流プロジェクトというなんですけど、ダンスコレクションとあとコネクションとつながるっていうのを一緒にやってるんですけど、これはさっき言ったソウルダンスコレクションと、横浜ダンスコレクション、それぞれの、まあ、受賞者がですね、ほぼ1年かけて、一緒に作品を作ると。で、今八戸とも連携してあったんですけど、これ僕ちょうどそのソウルダンスコレクションの審査員をやって韓国に行ってる時に、この、まあ、選ばれた2人がソウルで、クリエーションをしてるので、会ったりはしてたんですけど、驚いたのはそこにですね、ちゃんとこの横浜ダンスコレクション赤レンガのスタッフがですね、ただフォローする役目として、ね、向こうにちゃんと行ってるんですね。これは非常に驚きました。だいたいあのそんなアーティストポーンと送って、あとは自分でやれっていうのがまあ普通です。それはお金もかかりますし、そういうところがですね、カレンがダンスコレクションというのはですね、賞を与えて、道を作るだけじゃなくて、さらにそういう若いアーティストがよりちゃんと自分の核を作ってですね、創作アートの足場を作るところまでフォローしてちゃんとやってるんだなっていうのはちょっと、ね、感動をした覚えがあります。つまり日本の場合にはですね、国立の芸術大学にはダンス科自体がないとかですね、そういう公の、サポートっていうのはほぼないに等しいんです。そういう中で、でかつ昔のように大きいダンスカンパニーというのが維持するのが難しいので、今どんどん活動は個人単位になってきたんですね。
ということは政策の体制とか自体を用意するのが難しいから全部個人でやらないといけないというのが日本のダンサーの現状なんです。それを少しでも支えようというのがこういうフェスティバルとかこういう劇場がですね、もうこれも本当国の奮闘ですよ。にもかかわらずもうずっと20年が経ってですね、いろんなフォローをアーティストにしてきたということがですね、これは本当受賞とかそういう華やかなことほどは目につきにくいですけど、本当にベースの部分で若いアーティストを20年にわたって育ててきたというのが、僕はこのダンスコレクション、横浜ダンスコレクションの素晴らしいところだと思います。でこれが本当にここから出てきた若いアーティストたちが本当に今重要な位置で活躍してますのでね。連携プログラムのうち、まあ、2つだけちょっと触れておこうと思うのは、ずっとあるフランス大使館賞ですね、2000年に、ソルディオの立ち上げとともにありました。で、第1回は山田雲さんが受賞で、まあ、向こうで半年ぐらい、いろいろクリエーションなりなんをしてくださいということだったんですけど、まあ、途中で、パリの日本文化会館での講演をやったり、05年の、東野陽子さん、06年の木村慎さんなどをやったり しております。でこれ面白いのはですね、2005年からですね、まあ CMD という、まあ、フランスの国立の振付センターの中にですね、ダンスコレクションの受賞者の映像を全部送ってですね、アーカイブにしてあるそうです。で今これからお見せしようと思ってる1980年代90年代 の日本のダンスの映像っていうのは、実は一般の方が見る術は、ね、ほぼないんですよ。研究者だろうが何だろうが、ちゃんとした形で公開されるアーカイブというのはないですからね。でも逆に今こうやって、パリに送ってくれているということ で皆さんは日本では見れないけどパリでなら見れると、ねじれた現象が起こってます。で逆に、フランスで、日本のダンスを調べようと知りたいと研究したいという人にとっては、これは非常に素晴らしいアーカイブの資料としてなるんですね。だから海外で日本のダンスの普及にも本当に一役も二役も買っている重要なことだと思います。だってやっぱり、まあ、ここがスタッフのすごいところで送り出すだけじゃダメだろうというところで、アンジェの振付センターでレジデンスしたり、そこでいろんな、クラスを受けたりとかパフォーマンスができる、そういう集中する環境を確保するようにしている。もう一つマスダンサー、これスペインのグランカナリア島にあるところですけど、ここも初めはですね、審査員に当時のヨーロッパなどのいろんなディレクターを呼んでやっていたと。その中で、まあ、日本からさっきの石川さんいや長友さんなどが行って、時々、審査員などもやってという交流の中で、じゃあダンコレから行きましょうという話。2006年にはですね、アンナさんが、マスダンサーの向こうのフェスティバルでグランプリを取るという大活躍をしたり、しております。でその後も浜口彩子さんが、フェスケーション3位とか、さらにエクステンションという、まあ、プログラムがあって、その他からさらに人気のある人は、いろんな近隣の島とかいろいろツアーができる、というのがあって、今までもそのパクヨンジュンとかミトウルリ、オカミカなどが、やっております。これ結構日本人の活躍が、素晴らしいところなので、ぜひね目指してほしいと思います。リンクスはもう
いっぱいあります。とかネジピーチンとかです。でやっぱり、印象深いのは2011年 EX に変わった途端に出てきた川村美希子というですね、もう破壊王のようなあのインパクトのある人です。でや今までのいろんな日本のコンテ、いわゆるコンテンポラリーダンスってこんな感じですよねと言われがちなところを、まあ、根底から割と覆すさまざまなアプローチがあって非常に面白いと思います。でさらに翌年にはですね、今大活躍している岩渕哲太、関香織という、川村美希子はぐわっと動くタイプなんですけど、この2人はさあの実にゆっくり濃密に動くタイプ、この全く真逆のタイプがですね、1年連続して撮るというのは非常に面白くてですね、でこの2011年になってからはなんか今までよくわかんないけどなんかこの辺にこうよどんでた空気がふわっと晴れた感じがしてます。なんか新しい風、新しい、年代、人々っていうのが、まあ、この2011年 EX 変わったあたりからふっと入ってきてる感じがしますね。非常にだから楽しみで、おります。これも、ね、面白いですよね。プラットフォームの応募者数ですよ。でガガガッと来て下がってまた上がると。で、まあ、一番下がったのは11年なんですけど、まあ、それは、10年の段階での応募ですから、 EX に変わった後の最初の応募っていうのはその次のこのバーッと盛り上がってるここが、EX の、まあ、効果というところですね。でこう、まあ、ずっと初めは増えてますけど、この2003年とやったらガガガってくるんですけど、ここで何があったかというとですね、コンテンポラリーダンス徹底ガイドという本発売されました。でよりいろんな人があのコンテンポラリーダンスってなんかよくわかんないけどと思ったところにどんどんこう入ってくるようになってですね、次の2006年この一番ガーッと盛り上がるときに、コンテンポラリーダンスってでかいとハイパー発売でした。でもう本当に僕もあの応援したいという気持ちがあって、書いてきたところわけですけど、そこにこういうちゃんとそれを受け止めてくれる場所というのがあったのが本当に、嬉しいし力になるなという感じなんですけど、でもこれからじゃあ何が必要なのかというところですけど、まあまあ第1期はとにかく新しいものを学ぶ時期でした。で第2期の R はその若い才能を育てて作る機会を与える時期でした。で EX になってからはそれをさらに、国際的なネットワークの中での連携で生かしていくという形になってきました。でこれはこの方向は僕は、全く正しいと思います。でさらにそれをアジアの中でも今、20年前にはなかったアジアのマーケットというのが今ありますので、そことの連携を深め、さらに世界へ飛んで、行っていったらいいと思います。のでさあお待たせ、ここで映像をご覧に入れましょう。まずは、バニョレで、第1回受賞者である伊藤キム、まあ、輝く未来、音声があったんですか、
ということ一時期もう大スターだったんですが、サバティカルで世界一周旅行をして休みを取った途端にですね、もうダンス作るのやめたと言ってですね、作ることやめてしまいました。で、人の振り付けなら踊るとかですね、いろいろ言っていたんですけど、つい最近もう一度自分のカンパニーを作ると、彼の面白いのはこうグループの作品の中で実は非常に綺麗にいくらでも作れる才能があってですね、作るんですが、彼自身がノイズとしてそれをぶっ壊しにかかるというのが非常にスリリングで、破壊力のある人でしたね。これは、96年ですね。次はその中国人でありながらジャパンプラットフォームで、最後の作品は中国新人部門応募作品ビューティー振り付けボーイストーリー The Last Presentation of the Young Little Fight でしました。これ彼は今もう本当に重鎮として、この頃の日本でこう新しくバッと出てきたカンパニーというのがですね、HR カオス、あと北村明子のリニバッソ、珍しいキマコ舞踊団、あとまあコンドルズ、ちょっと遅れて、まあ、リトキムの、輝く未来。この辺がもう本当に面白いところなんですけど、こう勃興期っていろんな、実験がですねそれぞれ行われるもので、それぞれいろんな、出てきたカンパニーがどれも互いに似てないというところが非常に面白いところですね。作品を作れないという人もいます。韓国のダンサーたちは本当に、テクニックはすごいですけど、それを生かしきれない部分はそういうところにもあったりします。ただここ数年本当にその欠点もですねどんどん克服されてきて、作り手として本当に素晴らしい人が出てきますね。去年のキム・ボラとかキム・ボラムとか、これ白井剛、先ほど の伊藤キムのカンパニーにいた人ですけど、そこから自分たちで立ち上げてバネットというカンパニーを立ち上げてました。森下真紀などもいてですね、初期の頃はこういう割と映像を使ったりするんですけど、でほぼ
これからもうこの CG とかもそれなりに使うアーティストはいるんですけど、ほぼローテクなまま使うというところが面白いところでしたね。大したは今またちょっと変わった名前のカンパニーを立ち上げつつ、個人でもいろいろやってます。2004年の今日やる伊藤香織さん、伊藤香織さん、僕これの前にソロで出た作品をすごく覚えてて、こう、まあ、とにかく身体能力がずば抜けている人なんですね。で、こう床をこう張ってくるんだけど、足がなんていうんだろう、ペタッと頭のこの辺からこう伸びて、この体勢でこうやって歩いて、はい寄ってくるっていう、なんか新しいタイプの生き物のような感じでやったんですけど、その後やっぱこれも横浜か神奈川のプロジェクトで、フィリップ・デュク・フレが、日本に滞在し日本をテーマにした作品を作った時に、オーディションを通って、伊藤香織さんは、その作品に出て重要なソロなどを踊りました。イリスという作品ですけど、それをフランスでも公演するときにメンバーとして向こうに行き、でそのまま、アンジェラ・プレルジョ・カージュとか、最先端の振り付け家の作品に続々出る大活躍をして、今海外の多いぐらいですけども、と去年ダンストリーン、ダンスオリジナル東京の後始まった、DNA ダンスニューエアーという青山のフェスで新作を発表していました。昔はこうね、後ろにドーンと映像を置いてその前で踊るっていうのが、まあ結構多かった。それで山田雲さんが2000年に受賞した、ソロのみならずグループワークも非常に上手いというか、
で初めのうちからもう完全に、ちゃんとグループを意識した作りをする人でした。で割と底が知れないというか、作る世界の広がり方が本当にこう余裕を持って全方向に、持ってる人なので、もうどうなるんだろうっていう毎回、楽しみにしてます。今日ねこの後言いますけれども、一時期証券会社かなんかに勤めていて非常に有能だったんだけども、ストレスがすごいので、ある時のクリスマスにもうアメリカに行くって言ってアメリカに行って、ダンスをやってたそうです。今なんか彼女が飼ってる猫がこう雪景色を見るのに背伸びをしている写真がですね、なんか1万リツイートとかされて、今ネットでそっちの方で有名にもなってますけど、でこのやっぱ2000年以降はですね、昔はダンスってやっぱダンスカンパニーでやるものっていう思い込みがあったんですけど、1980年から90年代実際日本に来てたのはダンスカンパニーばっかりでしたからね。だからみんなカンパニーを作るんだっていうイメージいましたけど、やっぱ1990年後半から2000年以降はですね、個人でいかに新しいことができるかというのが一つのキーワードというかなってきてます。大きいカンパニーを維持するのが大変だということもあり、ヨーロッパではプロダクション志向といってですね、国をまたいで、有名な振付家とダンサーを取り合わせて小さい作品を作ってツアーで回す、その方がね、簡単に金が稼げるという、そういうのが本当に主流になりつつあります。だからもうなってます。で日本でもある時期こういう、若い人が友達とコンペティション、友達を頼んでコンペティションに出て、で場合によってはその中のダンサーが自分の作品をやるときには自分がそこに出るとかですね、そういうことも普通に行われるようになりました。それじゃあまあいいことでは、まあ、いいか悪いかはあれだけど、まあ、そういう流れとしてあるんですけど、問題なのはその結局そういう、まあ、ショーケースシンドロームと名付けてますけど、結局15分20分のものばっかり作ってると、それより長いものを作ろうとした時に集中力が持たないというがあります。ただまあ若手が、手軽に作品を発表する場が あるという点では非常に重要なものではあるんですけどね、それがより大きなものへのワンステップならまだしも、もうそこ居心地のいい場所に、短いのを時々作っていくだけというだけではですね、先はないし、アーティストも生き残っていけないと思います。アンナさんは結構こう、背中の筋肉が惚れ惚れするぐらいビキビキってある人で、で彼女はそのスペインのマスダンサコンペティションでグランプリを取った人です。今結構スタジオ経営などうまくやってらっしゃるそうなんですけど、なんか今回のダンコレでもそういうパフォーマンスがあるそうなので、
だからダンクコレ R の時にはソロデュオとグループって分けてましたけど、それが今グループ制、グループ部門というのがなくなってですね、コンペティション1、コンペティション2になったというのも、そういう、もう若いアーティストがグループ、カンパニーを作らなくなったという現状に即した、対応の変化だと思っています。で、本当はこのアーティストもこうやって、海外で公演をして評価されたというときに、それで終わって帰ってくるんじゃなくてですね、そこで他のディレクターといかにかいい関係を作ってですね、そこで次のクリエーションに続けられるかという、そういうコミュニケーション能力もこれからの若いアーティストには、重要視されてきます。だから本当に、まあ、この中にもダンサーの人いると思いますけど、作品だけ作ってれば誰かがお金出してくれるっていうもんでもなくなってきてますからね。自分でコンセプト説明して、人説得して、一緒にやりたいと思わせるコミュニケーション能力というのがどんどん必要になってきます。最低限の英語会話ぐらいはできるようにぜひしておいてください。健太郎はですね、これね、初め10分ぐらいずっとね喋ってます。なんかバイトの話とか、出会ったおばちゃんの話とかね。もともと劇団をやってたこともあるという人間ですし、でかつ今、自分で、ダンスフェスなどをやってます。彼自身がそういう、プロデューサー体質を持っているというところが非常に重要なところです。今特にアジアとかもそうですけど、いろんなダンス協会、舞踊協会みたいなのが強すぎるところとか、あるいは全くないところとかっていうのはですね、で現役の若いダンサー、若い振付家が自分たちで、フェスティバルをどんどん立ち上げて、やっていってます。だそれはもちろん規模が小さいですけど、それがまた互いに連携しながらやっているので、僕もいろいろ協力をしたりしてるんですけど、日本でもね、どんどんそういうのやったらいいと思うんですよ。先々週言ってたドイツ、インドとかはですね、クラウドファンディングでネットでお金を集めて、それで立ち上げたりしているので、若い人は本当に自分たちがやりたい相手と一緒にするフェスもですね、どんどん立ち上げて、そこで練ったものをこういう横浜ダンスコレクションに当ててくると、割ともう自分の頭の中で作っただけのもの、いきなりひょっとかって持ってきてるんじゃねえのっていう人もたまにいますのでね、ちゃんとそこは練った上でぜひやってみてください。その健太郎が演劇やってた時代にですね、コンテンポラリーって面白いなと思って、健太郎がダンスを始めコンテンポラリーに取り組むきっかけになったのがこの安本雅子。とにかく彼女
はまだ日本に帰ってきてすぐの頃に見て、全然有名でも何でもない無名の一シーンを撮ってただけのところをたまたま見て、それだけで目が離せなくなるぐらい特殊な動きと魅力を持った人でしたね。今結婚して、2人の子供を育てるために今福岡に今日移してますけど、まあ、ぼちぼちこっちでもやるんじゃないですかね。これダンサーがダンサーに影響を与えていくっていう本当にいい話だなと思って、結局のところやっぱね、こう30年前に若いダンサーを駆り立てたのもヨーロッパのコンテンポラリーのダンサーたちですし、結局ダンサー同士が出会わない限りは新しいダンスというのは生まれないなと思います。それにはそれが出会える場所というのが必要で、しかもそれを継続してやっていくっていうことが大事なんですね。その意味で本当にこの横浜ダンスコレクションは超重要な、日本のコンテンポラリーダンス界のかなりの重要な部分を支えてくれているところだと思います。ぜひね、これが30年40年続けていってほしいと思いますし、でこの小説非常に本当によくまとまってますので、ぜひ帰りに見てみてください。で本当にこの映像はね、ずっと流しっぱなしにしててもいいぐらいの貴重な映像なので、ぜひそういう対応ができればと思います。で何より大事なのは、ダンスは直にライブで見ることですのでね、このあと3時半会場4時から、伊藤香織さんと山田雲さんの、作品がありますので、ぜひそちらを見てください。本日はどうもありがとうございました。乗越隆夫さん、本日は本当にありがとうございました。私ども赤レンガの職員ですね、ここに勤務になりますと、まず最初にコンテンポラリーダンス徹底ガイドをまず読みましてからダンスの、制作に入っていくということを行っております。ぜひですね、今皆さんにお配りしているダンスコレクション20年史と徹底ガイドを読み合わせていただくと、時代背景とダンス の歴史が分かると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それもう一度乗越隆夫さんに拍手をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。